トモヤのアート。ちは、トモヤです。なんかさ、次から次に統一教会と政治家の話題が湧き上がりよるけど、今回出てきた話、とてつもなく悪夢な内容すぎたっちゃけど、皆さん、日本ってあまりにも税金が多すぎてやってられるかよって思ってませんか？僕もその一人、今フリーランスなんですが、まさに生き地獄。今から見せる内容は、統一教会の教祖文鮮明が創設し、日本では統一教会会長が初代会長を務めた国際勝共連合が44年前に掲げた恐ろしい日本衰退計画とのこと。今や完全に成功しとるって話題なんですよ。一般論として政教分離の喪失で想定し得る亡国の過程、外国系特定宗教が政治家を支配、その政治家を通じて国策を指図し国民生活を支配、憲法改正にも介入して国の根幹を支配。国際勝共連合、日本は生活水準を3分の1に減らし、税金を4倍5倍にしてでも軍事力を増強して行かねばならない。日本の国民に犠牲になることを要求している。まさに今現在進行形で日本人犠牲になりすぎよ。この記事見て今の日本のあり方に納得してしまったもん。外国には無償でお金をばらまき、日本に住む外国人には生活保護を与えまくる。そして日本人からは税金をこれでもかってほど絞り取る。ついでに本日入ってきたニュースでは、日本テレビ24時間テレビで旧統一教会の女性信徒が7年間ボランティアスタッフの中心的な人物として活躍しとったって教会が発表したとよ。やっぱりテレビもズブズブなんやね。これからの日本、このような状況が明るみになったけど、日本国民のための国へと改善の道に進むのか、はたまたこのまま日本滅亡の道に進むのか、重要な分岐点にいる気がしますね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。